旧北海道農政事務所北海道農政事務所は札幌市にある農林水産省の地方支分部局の一つである農業土木を除く農政全般について北海道地域を管轄する法令上は地方農政局に準ずる食料庁の廃止によりその所管業務が農林水産省本省に取り込まれることとなった旧食料庁の地方支分部局だった 食料事務所については、各地方単位の業務を、本省の地方支分部局である、地方農政局に編入するとともに、現役単位の業務の受け皿として、地方農政事務所を設置することとした。しかし、北海道を管轄する地方農政局は存在しないため、給食料事務所の業務は、農林水産省に直属する地方支分部局として設立された。 北海道農政事務所に引き継がれた。2006年4月1日、統計、情報センターを統括する、地方支分部局として置かれていた北海道統計、情報事務所を統合した。2011年9月1日、別庁舎で業務を扱っていた、地域科学科と各統計、情報センターを統合して、地域センターに再編した。なお、北海道農政事務所の所在地である。 札幌市周辺地域を所管する地域センターは設置せず、北海道農政事務所自身が取り扱うこととした。2015年10月1日、地域センターを廃止し、代わって札幌を含む6つの地域拠点を設けることとした。ありがとうございます。